47分です。おはようめばしからお送りしております。さあこの時間の担当は磯日彩香と古仙じいちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ古仙ちゃん、4月からですね、4月から開始されていました、前橋ハニープロジェクトって覚えてますか？そう、ハニーよ、覚えてますか？前橋テルサで。忘れたの、ごぜんちゃん。昨日のこともよく覚えてますね。そうだった、ごぜんちゃんに聞いた、私が間違えた。はい、そうです、皆さんはね、もしかしてると思い出せるかなと思うんですけど、前橋テルサですね、で4月のから始まりまして2ヶ月間にわたって、前橋ハニープロジェクトっていうのを指導してたんですね。あ、思い出した。思い出しました。ハチミツだ。そうです、前橋さん、ね、前橋さん、前橋さんっていうのもあれだけど、まあ最近は、ハチが少なくなっているということで、ハチがいなくなってしまうと、こう地球が滅びてしまう可能性も、人が生きていけなくなってしまうと言われていますので、ハチは大切だよということでですね、ハチを増やそうという計画を立てていまして、なんとこの間13日なので、昨日ですね、昨日初めて蜜絞りが行われたそうです。おお、蜜、ハチミツ取れた。取れたそうですよ。もうね、約7リットル取れたそうです。おお、大したもんだね。取れたての蜂蜜は程よい甘さなんですって。でね、当初は8000匹だったんですよ、蜂が。でもね、今はね、2倍のね、1万6000匹になったそうです。増えたんだ。養蜂箱も2つになったそうです。これはすごくいい傾向ですね、古仙ちゃん。養蜂箱2つで7リットルか。まだまだですか？しめしめ。しめしめですか？ね、で、皆さんやっぱ商店街にもね、花壇にミツバチが来るようになったよって声もかけていただいたそうで。この中心部からね。これは嬉しいことですよね。7月にはね、ミツバチの生態を学ぶ子ども向けのワークショップとかも開催されるそうなので、なんかこう蜂っていうものはね、悪いものではないっていうこと。そう、蜜蜂はね、いいやね。スズメバチはちょっとね、ダメですけどね、困るけどね。蜜蜂っていうのはね、蜜蜂、マーヤっていう蜜蜂がいたね。ハチっつもいたね。出ましたね、いましたね、いたね。蜂っていうテーマでやったもんね、古仙ちゃんとね。いやでも本当にね、蜜蜂がね、この巣箱っていうんですかね、こう取り出すとびっしりいたそうで、元気なね、羽の音を立ててたみたいですよ。もう本当、蜜が日差しにね、キラキラと輝いていたというお知らせでした。ご苦労様です、蜂さん。蜂さん、ねえ、皆さんのところにもご挨拶を送るのではないでしょうか。では今日のメールのテーマ、じいちゃんお願いします。今日のテーマは、父お父さん。はい、ラジオネームドビンチョビン、ハゲチョビンさん。ハゲチョビンさん、古仙ちゃん、あーちゃん、皆様おはようございます。はよう、チョビンさん、おはようございます。今日のテーマは父、はい、乳牛クラエーターの古仙ちゃんについて語ってみますか。あー、そっちの父ではなくて父の日の父ですねって あのね、ホルスタインを制作してた日々のことをちょろっと思い出しましたね。思い出しましたか、あの時のことを。ビーチクが4つありましたね。あれ、牛って本当は何個あるんですかね。わかんないけど、それタンクはね、4つ、はいはいはい、子牛用のね、哺乳瓶の先っぽについてたその、ビーチクを、ビーチクを、20リットルのポリタンクの底に移植してね、作った、タンクから。子供がね、あのイベントの時にね、絞ってたね、嬉しかったね。嬉しかったよね、自分が作ったものっていうのは。すごい、私が作った父でいいかな。この牛の父親は私ですって感じですよね。はい、牛作りましたね。チョビンさんが、父が亡くなって5年になるそうです。よく、人の価値とタバコの味は煙になってわかるもの、という通り、納骨一周期三回忌と済み、その熱度ね、驚かされてばかりでしたよと。まあ中にはね、いいエピソードじゃない、しょうがねえな父ちゃんは、なんてこともありましたけれどと。今となっては感謝の気持ちを伝える術はなく、日々見守ってくれてありがとうと仏壇に話しかけるぐらいです。それにしても、母の日と違い、父の日って割とないがしろだよねと。そもそも子供の頃は母の日しかなかったですよと。まあ父の日ができたので、日頃できない感謝の気持ちを伝えるきっかけになりますね。皆様、
生きてるうちに親孝行をぜひどうぞと。うん、ありがたいお言葉。ありがたい。人の価値とタバコの味は煙になってわかるもの。煙になったんすってね。うん、煙にならないと国もあるけど。あ、そう、そう、あ、そうなんだよね。生々しいけどね。生々しいですね。でも本当チョビンさんにすごくいいこと改めてね、うん、教わりましたし、トゥーパンプスさんも、うん、あと数年でね、父の年に追いつきますと、うん、今年も父の日をお墓参りに行く予定。亡くなった年ってことね。そう、生きてる時はね、うん、反発ばかりしていたと。ただね、こう昔父が言ってたことっていうのは、うん、今の父の年齢に近くなった時やっと理解できるようになったと、うん、あんなに反発ばかりしてたのにねと。あさっての日曜日は偉大な父と二人きりで父が大好きだったウイスキーを飲み交わしたいと思います、うん、代わりに飲むんですといただいています、うん、はい。そしてね、ラジオネームルルちゃんもね、ルルちゃん、お手寄りいただいていまして、今度の日曜日はね、父の日。私の父は3年前の3月に70歳という若さで高い人。一言じゃないわね、古仙ちゃん。一言、いよいよですよ、だっていよいよって言い方あ、そういうふうにそっか、あれっすよ、まあ自分の、あ、実の父じゃなくて嫁の父親がさ、はい、亡くなった日が私の誕生日だったんですね。うわー、これはそうだ、もう忘れることはないよね、これね。ないっすか、命日を。なんか相手方だから、なんでこの日に行ってすごく気遣いますよね。うーん、わー、まあちょっとやんちゃな親父だったけどね。これはね、なんで俺の誕生日に行っちゃうんだよみたいなね、心がこう、これからね、ちょっと難しいですね、はい。ルルちゃんのパパはね、56歳でね、重度の心筋梗塞と脳梗塞を。ああ、そういうことじゃない。亡くなる14年間は体が不自由だったでしょうと。私は父に体質が似てるので、同じ病気にならないように気をつけないよと。気をつけてください。健康でいるってありがたいことですねと、はい、いただいております。本当ね、やっぱ、チョビンさんもトゥーパンプスさんもルルちゃんも、うん、お父様が亡くなりになられてから父の偉大さというものを分かったし、健康面も分かったしっていう、いなくなんないと理解してもらえねえってことか。小泉ちゃん、そんな悲しいこと言わないで。ちょっとノートに書いとく。ノートに書いといて、小泉ちゃん。パパラッチョさんはね、パパラッチョさん、もうね、お父さんはすっごい忙しかったんだって、うん、でもね、休日になるとね、いろんなところ連れてってくれたと、うん、親は父親が一生懸命に働いてくれたおかげで僕はね、うん、不自由な生活を送ることなくここまで成長できた、うん、もうね、そんな父も2年後には定年退職、うん、父親が今まで頑張ってきた分、今度は僕が社会人として来年から頑張りますと意気込みをいただきました。頼もしいね。頼もしいね。パパラッチョさんの家庭と私んちゃん似てるかな。うん、お父さんすごく忙しかったけど、うんうん、休みの日は必ずどこか連れてってくれたので。そっか。そう、忙しくてもね、やっぱこう愛をもらうと、うん、そう。そうだね。もらってたので感謝しかないですね、本当に。頑張ってたの姿がね、うん、焼き付いてんだね。そうですね。うん、私もいっぱい頑張って働いて、はい、感謝伝えたいと思います。そうですか。ハワイのママちゃん。ママちゃん。あちゃん、こせんちゃん、おはから。おはから、ママちゃん。お元気かしら？元気だよ。ママは元気だわ。よかったです。そうね、ママが初めてロスにホームステイした時は、ホストファミリーのダディは、お別れの朝、パンケーキを焼いて、ブレイクファーストで送り出してくれました。うん、その思い出で、我が家の別荘はブレイクファーストを作りました。ダイニングキッチンより、ママは大好きな場所ですと。おう、ハーメン、パンケーキス。パンケーキス。パンケーキス。ハーメン。いいね、じゃん、一人で泊まった時に朝食だけ食える安いビジネスホテルみたいなところでパンケーキスを焼いてもらいましたね。焼いてもらいました。2パンケーキスプリーズつってね。いい思い出ですね。はい。だってもう時間だから。ないないない。ラジオネーム、はい、ハリア、マウンテンちゃん。
まんちゃんちゃん、僕の父、仕事上での父の話をさせていただきますが、うん、年齢的には実の父とほぼ同じキャリア的、同じでキャリア的にはもちろん大先輩でも、いつもね、親身に話を聞いてくれて、気軽に声をかけてくださるパワーをいただいていると、うん、そんな大好きな父とは映画のお仕事をしている方で、今公開中の映画空母息吹に携わっていますと、前橋もロケ地として使われています、おすすめですよと、この息吹に関わってるんですか、すごいすごい、さすがマウンテンちゃん、こういうお仕事してるからね、マウンテンちゃんね、いやそうなんですね、すごいね、ラジオネームカフェの主さん、主さん2002年に亡くなって17年になりますが、最近母親より悪いことになると、全くお父さんにそっくりになってとよく言われます、自分はその言葉に子供だからでと答えます、自分もいい父親と言われたいですねと、はい、十分いいパパですよ亡くなってる方が多いな、ちょっとね、高崎のパパさんはですね、パパさん普段は何にも言わないけど、記念日にはメッセージカードをくれる娘ちゃんに、この思いはきっと届いてると確信しています、パパこれからも日々頑張りますといただいています、メッセージ届いたかなきっと届いたよ、うん、ねえ、日曜日届くんじゃないですか娘ちゃんからね、いいっすね、ねえ、高崎のパパはこの M ウェーブのパパでございますから、はい、だってラジオネームがパパなんですもの、パパなんそのまんまです、そう、はい、いつもありがとう高崎パパ、どうもです、そして富岡のアリオンさんはね、当日は残念なことに夜遅くまで仕事をしています、そうですか、うん、じゃあ全国のお父さんに頑張れって言いましょう、うん、お疲れ様ですの方がいいね、いつも頑張ってるから、そうかもね、じゃあいくよ、全国のお父さんいつもお疲れ様です、いつもありがとうございます、はい、というわけで皆さん、今週の日曜日は素敵な父の日お過ごしください、はい、それでは本日の担当は磯日彩香と小泉じいちゃんでした、それではまた来週お会いしましょう、さようなら、またね、小泉じいちゃん、また月曜日ね、よろしくね、バイバイ。